はいどうもパルプンテージ、A、リーグサッカーチャンネルのんです。ということで今回はアビスパ福岡の、えー、補強診断ということでやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、前回、前々回とサガントスと、えーえー、ビファーレン長崎の補強診断を行ってきましたので今回はアビスパ福岡ということで、えー、見ていこうと思いますね。まあ、早速見ていくとこちらですね。 今シーズンのアビスパ福岡、主な新加入選手で、まあ、主に結構試合に出ている選手中心ですけども、えー、こういうふうに試合に出ているよということですね。例えば、湯沢選手であれば、えー、この11分の7というのは右の数字、11の数字が試合出場回数、で、左の7という数字がスタメンの回数ということで分かれておりますね。うんまあ、こうやっってて見ていくと、まあ、しっかり、 試合に絡んでいる選手が多い反面で、やっぱり前選手のちょっと今離脱があるので、今後ちょっと期待が、えー、期待持てるんですけども、さあコンディションどうやって戻してくるのかなという感じがしますね。で、やっぱりこの中で目を引くのは、当の選手の12試合出場で10回スタメンというので、やっぱり、えー、現在チームトップの3ゴールということで、まあ、結果しっかり出してますね。で、ファンマーも、 まあゴール数こそ、えー、あれですけども、まあ、ただ試合にはしっかり絡んできていて、まあ、要所要所でしっかり僕はいいプレーができているなと思いますね。で、こうやって見ていくと、まあ、やっぱり気づくのが補強ポジションが結構かぶっていたなと、まあ、これもちょっと後から話すんであれなんですけども、うん、ちょっとね、難しいなって、この補強の仕方は 結果としてどうだったのかなって感じが今のところ僕はしていますね。で、えーまあ、ちょっとディフェンスの面に行くと、やっぱりグローリー選手は、えー、グティエレス選手が怪我でちょっとしばらく出れませんということの緊急補強でございましたけども、まあ、しかし、よくやってくれてるというか、本当守備の要になっています。で上島選手も結局レイソルからの、えー、レンタルなので、まああのー、今、アビスパの。 センターバック2枚引っ張っているのはこの新加入選手だよということで抑、えー、えていただきたいでまあ、控えにはまあえー、ずっとアビスパを支えてくれたまあ、篠原選手ここ数年ですけどまあ、数年支えてくれた篠原選手とかも、えー、いますしそういうことを考えると、まあ、もっともともといた選手の奮起というのがちょっと期待される状況でございますねただやっぱりこうやって全体的に見ると新加入選手はしっかり試合に絡んでますよということですね、うん、で、えー、じゃあ結局 補強診断としてはどうなのかというと、しかし、まあ、C なんですね。僕の中ですけども、まあ、補強した選手は試合に絡むもということで、まあ、確かに絡んではいるんですけども、ただやっぱり数値の面で。 え、物足りないかと、こう、目に見える数字と、えー、目に見えない数字っていうのが、まあ、サッカーの場合あるんですけども、特に攻撃陣の目に見える数字っていうのはもうちょっと欲しいなって感じがしますね。で、まあ、ファンマ、トーノとか、まあ、トーノ選手3ゴール上げてきていて、ようやく最近ちょっと、まあ、調子も、コンディションも上がってきて、結果も出してきているんですけども、今後、だから、このトーノ選手は期待できるんですけど、まあ、ファンマ選手とかね、この辺の選手の期待が僕はちょっと今裏切られてる感じなので、まあ、でもね、これからどんどんどんど、んまあ、良くなっていく可能性も、え、あります。まあ ファーマー選手なんて J2 ではまあ2桁ゴール、まあ、ずっと狙える選手でございますし、まあ、ゴール以外でもポストプレーとか言うだけでやっぱり、ね、数字に表れない部分での分かりやすい数字は今のところ残せていないんですけどもなかなかこう評価の現在難しい選手となっています。いなかった、いなかったで攻撃がちょっとアビスパ単調になってしまうやっぱりための作れるファーマー選手がえーいれば。 ちょっとね味が変わるというか、っていうの部分もあるんでね、まあ、ファンは、ちょっと数字というか、ね、ゴールをやっぱり期待したいですね。で、同じタイプの選手が目立つということで、ここ、今更って書いていますけど、まあ、ちょっと改めて見てみると、まあ、うん、福光、菊池、増山、この辺は特にそうなんですけどもこう、縦に仕掛けれるタイプの選手ですよね。で、確かにチームコンセプト、今シーズン、長谷部監督のやってるサッカーを見ると、この、えー、菊池、福光、増山っていうね、縦に仕掛ける、1人でボールを運べる選手の補給 っていうのはまあ理にかなってはいるんですけどもこの同じポ教同じポジションの 選手を補強して、同じポジションに同じタイプの選手が増えるとどうなるかっていうと、結局、その選手がダメだったときに、次に出てくる選手も同じことを繰り返してしまうということになりかねないんですよね。うん、例えば、浦和で言うと、山中、で今シーズンと浦和では山中が最近までスタメンだったんですけども、どうしてもやっぱり山中の裏、守備の面で山中は不安があるということで、まあ、浦和も失点数が多かったので、ちょっと山中を変えようと、ちょっと守備,守備にちょっとここ、 守備的に左サイドバックを行こうと思ったときに出てきたのが宇賀神選手で、まあ、山中、宇賀神というのは本当、全くタイプが違う選手でございまして、まあ、どっちかというと宇賀神はバランスがしっかり取れる、気の利く選手、で山中は攻撃的な選手で分かりやすいんですけれども、この山中に勝って宇賀神が入ったことによって、こ最近連勝をしていて、チームの守備は安定してきているということで、山中ができなかったこと、山中で失敗してきたことを、えー、宇賀神でカバーして、宇賀神を使うことによって、チームの成績が上がる。 날씨였습니다. チームののの攻攻撃循循環攻守の循環守がが上がっているよっていうことが結構今データ的に言われています。で、宇賀神が入って関根がね、えー、結局宇賀神がしっかり後ろで守ってくれるので関根自身も上がりやすい、えー、攻撃参加しやすい状況になっているということで、これが山中だったらね、確かに山中のクロス、素晴らしいものがあります。で、たかえー、このインナーラップというかね、チームコンセプトを守って、えー、チームコンセプトに沿った攻撃ができているので、山中、全然ね、僕は評価、全然評価高いんですけれども、ただちょっと勝利に貢献できていなかった分 最近続いていたので宇賀神使ったってのあるんですけどもまあそういうことで、えー、考えると例えば、えー、福光で結果が出なかったじゃあ菊池だって言ってもタイプとしてはそう変わらないんですよね。どっっちかっていうと 確定力があるのが福光でクロスの精度が高いのが菊池選手っていうまあ、えー、感じになるんです細かく言うとそういうことなんですけれどもしかし与えられる役割とか、えー、プレースタイルというのはそうそう変わらないんでチームとして変化が生まれないんですよね、うん、なので正直言うときそういう意味では補強、うん、まあわかるんですけどもチームコンセプトに沿った選手 っていう意味ではただ、これ以外でも北島選手、石津選手とかね、當、え、野、ー、選手とか、えー、もう似たようなタイプだなって、まあ、東野選手はもともとフォワードですけども、も似たようなタイプだねみたいなのが多いので、ちょっとね、今後、サイドの改善っていうのは、ちょっと多くは求めない求められないかなという感じがします。だから、ちょっとここで言う話じゃないかもしれませんですけども、サロモンソンを右のサイドハーフ、1列上げて使うと、ちょっと僕は個人的には、えー、攻撃の改善ができるとか、うん、まあ、どうなんだろう、右で別の選手 例えばうーん別の選手、例えば、まあまあ、ボランチの前選手、右サイドできるのかなとまだ分かんないんですけどもただそれぐらいね、激、え、悪、ー、というか違うタイプの選手を1回サイドに置いてみるのもいいのかなともう極端なし鈴木潤のサイドとかもありかな。例えば結構ね最近のサッカー界で流行って 流行って流行はいないなけども戦,力と戦術として増えてきているのがパサータイプをサイドに置くっていうのが結構増えてきているんですね。浦、ま、和、あ柏の柏木を今シーズン右サイドハーフやったりとか、まあ、普段ならトップ下とかボランチをやるような攻撃的なパサータイプの選手がサイドをやるっていう場面っていうのはサッカーシーンで増えてきているので、まあ、鈴木順の右サイドは現実的ではないにしてもそれぐらいちょっとタイプを違う選手を置いた方がいいのかと僕は思います。でそういうことで言うと今ちょっと注目。まあ、流れを変えれるか 松本とということで松本選手がレンタルで加入したので、まあ、この選手をどこで使うかですねおそらくただボランチかなと,もうほんとシンプルに考えるとボランチなんですけどもたださっきも言いましたけども味を変えるななちょっとチームの スタイルというかポジションに置くそのサイドに置く選手とかそのポジションに置いて、えー、違う味を試したいときに松本をサイドに置くというのは僕はまあ全然ありかなという感じが、えー、しますもともとはまあ攻撃的な選手でだんだんあのポジションを下げてきた感じの松本選手ですけれども、まあ、どこ中盤ならどこでもできるというタイプですので、まあ、それもありかなと僕は思うのでこの松本選手の起用がちょっと、えー、注目かなと思いますね、まあ、そういう意味で補強診断 C なんですけどもただここで松本選手をレンタルで獲,獲得したというのは非常に、えー、大きいと思いますので B B 寄りの C かなうん、まあ、数字は残せていないけどもしっかりと、えー、獲得した選手は、ね、チームの,このコンセプトに合った動きをしている、まあ、結果が出ないですけどもチームコンセプトには沿った動きを、えー、しているので、まあ、C といっても B 寄りの C かなって感じがします全く外れているわけではないという感じですね。本当あと結果だけかなと全く何でこのチームコンセプトなのにこの選手を連れてきたのみたいなタイプの選手はいないのでそういう意味で補強としては、まあ、長谷部監督の、えー、こう求めている人材が集まっているはずなんですけども もね、そこがちょっと気になるところではあります、はい。ということでね、ちょっとなんか暗い話で終わってしまった感があるんですけども、アビスは福岡の補強診断でした。まあちょっとこれ思うとこういろいろ各々ね、えー、賛否両論というかね、まああると思いますので、そういう時ははんとコメント欄で、えー、書いていただければ、僕はもう素直にすいませんでしたで、謝るのでよろしくお願いいたします。ということで、以上、パロプーンで J リーグサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。